デビット・エドワード・カードは、カナダの労働経済学者。カリフォルニア大学爆ー校経済学教授。2021年、ノーベル経済学賞受賞。1990年代前半に、トージュ・プリンストン大学で同僚であった、アラン・クルーガーと共に発表した、ニュージャージー州で最低賃金が引き上げられたが、州内のファストフード企業で、人員削減は起こらなかったという発見によって、 注目された。この発見はそれまで経済学者の間で一般的であった考えとは異なっていた。その方法論と主張は一部では論争の種になったが、ジョセフ・イース・ティグリッツやポール・クルーグマンをはじめとした多くの経済学者がこの発見を受け入れた。カードは他に移民や教育、職業訓練、不平等といった分野の研究にも重要な貢献をしている。 カードの研究の多くはアメリカとカナダをあらゆる場面で比較することに集中している。移民に関しては新たに入ってくる移民がもたらす経済効果は限りなく小さいという研究を発表した。また複数の事例研究を行い移民グループの急速な増加による賃金への影響はほとんどまたは全くないということを発見している。ニューヨークタイムズのインタビューでは 正直に言って、経済的な議論は二次的なものだと思う。ほとんど関連性がないと発言している。しかしながら、この発言はカードが移民を増やすべきだと考えているわけではなく、単に移民は労働市場に対する脅威にはならないと言っているに過ぎない。カードは政治的な影響の大きいテーマについて研究を行うことがあるが、自身はこうした問題について、 立場を公言したり、政策提言を行うことはない。にもかかわらず、カードの研究は移民の増加や最低賃金の法的規制を肯定する文脈で引用されることが普通になっている。1978年にクイーンズ大学で学士を取得。1983年にプリンストン大学でオーリー・アッシェンフェルターの指導を受け、経済学博士号を取得した。 博士論文は、インデクセーションインロングタームレーバーコントラクツ。1982年から1983年、シカゴ大学ブーススクールオブビジネスビジネス経済学助教授として研究者としてのキャリアをスタートさせた。1983年から1997年のバークレーに移るまでの期間プリンストン大学教員を務めていた。 その間、1990年から1991年まで、コロンビア大学で、客員教授を務めた。1988年から1992年、ジャーナル・オブ・レイバー・エコノミックス編集者。1993年から1997年、エコノメトリカ編集者。2002年から2005年、アメリカン・エコノミック・レビュー編集者を歴任した。1995年、 ジョン・ベーツ・クラーク賞受賞。同賞は経済学の思想及び知見に最も貢献したと考えられる40歳未満のアメリカの経済学者に授与される。また、2008年にはディーン・ヒスロップと共にエコノメトリック・ソサイティよりフリッシュメダルを授与された。2009年、サンフランシスコで行われたアメリカ経済学会の年次会議で、 毎年行われているリチャード・イーリー記念講演を担当した。2011年、経済学教授への一番好きな存命で60歳未満の経済学者を聞いた調査で5位になった。2013年には、ヨシュア・アングリスとアラン・クルーガーと共に実証的ミクロ経済学への貢献を評価され、クラリベート・アナリティクス・イン・ヨーエイ・ヨ賞を受賞。2014年、グレゴリー・マンキューと共に、 アメリカ経済学会の副会長に任命された。2014年、リチャード・ブランデルとともに、経済財務管理のカテゴリーで、ベベビエ・ファンデーション・フロンティアーズ・オブ・ナレッジ・アワードを受賞。審査員のコメントによると、実証ミクロ経済学への貢献が評価されたことによる。重要な実証的という動機として両者は適切な経済学的モデルの開発と予測を行い、 方法論の確立に大きく貢献した。両者ともに、緻密で注意深くかつ革新的で組織だった。研究デザインをすること、経済学的方法を厳密に適用すること、結果を冷静に報告することで知られている。2020年6月5日、現在、すべて未法訳。ありがとうございます。